ヤガチャガチャンネル。はい、ヤガチャチャというわけでございまして、怖くないバイオハザード RE4 実況プレイ動画というわけでございましてですね、今回も頑張っていきたいなというふうに思っているわけでございますが、とさあ今回はね、もうオリジナルご存知の方からしたらね、はいはいというところではございましょうが、エルヒガンテ戦でございますね。エルヒガンテ戦でございますが、その前にお宝が手に入るんでね、ありがとうございます、お金をください。で、挙句の果てに陽光町のランプ、さあ陽光町のランプはですね、よいしょ、こちらですね、あの丸っこい宝石を入れていくとどん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 倍率が上がっていくっていうね、いいやつですのでね、はい、これでね、6000のランプが2万6000、ありがとうございます。さあというわけでございまして、やっていきましょう。対エルヒガンテ戦です。ダーン、わあ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 、どうなってんのよ。よいハラスプラガース、カン抜きの栓抜き、カン抜き意味ねえじゃん。さあというわけで現れました、ガオー。さあしかしながらですね、ここでも貧乏症の戦いは止まりません。まずはですね、しっかりとですねボルトを当てていくというですね流れからスタートしていきたいと思います。で、消耗する弾は一発でも減らしたいというマインドですね。よいしょ、待って待って、大丈夫ね。おい、ああ2発目がちょっと当たっちゃった。よいしょーと、さあちょっとこっち側とか行っちゃおうかしら。うい、うーん、はい、ガオー。おっと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 、それ3発目当たっちゃうんじゃない、当たっちゃうんじゃないの。まあ小づいてるぐらいで許してよね。というわけでとりあえずヘビでも食べておきましょうね。さあとりあえずまずは12発撃っていきたい。あれでしたっけ、ロケハンの時に言えなかったんですけど、もう効くんでしたっけ。飛んだから、飛んだ判定だな今のな。ういあー、後ろ行ったな。で、よいしょ、行くぜー。今回はね、あれなんですよ、 R2 でナイフ追撃になりましてね、あのプレイステーション5ってアダプティックストリガーっつってね、R2L2 が重たくなる仕様があるんでね、連打はね、あのおそらくですけどね、あのやってる他のプレステ5プレイヤーも重たいって思ったと思いますね。さあというわけで助けたワンちゃんがやってきてくれました。ガウガウ、いけいけー。さあというわけでね、2対1になりましたので、ここはね優位に張っていきましょう。あ、やべやべやべ、家投げられる。一発ぐらい投げようかなと思ったけど、はい、さてさて、よいしょよいしょよいしょ。さあ残り8発、いやいいですね、ヘイト持ってくれてますよ。よいしょよいしょ、はい、出ましたね、こんにちは。大丈夫か、俺の先行手榴弾。ワンちゃーん、かっこいいぞお前。でも先行手榴弾ねえ、先行手榴弾はドッカーン。さあというわけで倒れてしまったわけでございますね。よいしょ、はい、あ、できればもう一発ぐらいライフル当てたいと思うんだけど、どう。あ、無理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 、ガオー。はい、いいですね、えい、あぶねー、おっかねーおっかねー。もう先行手榴弾ちょっとしかないのにさ、何がきっかけで倒れたの今。まあとりあえず切らしていただきますね。よいしょよいしょ、えい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 、怒った。あー、さてとっと、先行手榴弾作れないんですか。あ、レシピすら買ってないですよね。レシピがあるもんだから、作れることだけ変に知っちゃってるからね、知ってる脳みそで行こうとしちゃうみたいな。あれれれれ、そこはどうなってるんですかね。木の板を切りつけてるだけでは。でも倒れたらしいので、よしとしましょうねえ。まああれですね、あのボルトとかのおかげもあってね、ずいぶん
短ケーキになると、あのこんな感じでダメージなくというか教会に急ごう、被害なく追われちゃいましたね。でとで、こっち側に、ああおっとっとっと、こっち側かのところにハンドガンの弾だったりとか、もろもろがあるので、ここはですねめちゃくちゃボーナスポイントになってます。まあね、本来だったらここにある資源を使いながらね戦うシーンなんでしょうけどね、あのほとんどノット資材でいってるので、おかげさまでね、あのめちゃくちゃ拾えるわけですよ。こうやってありがてえ、ハンドガンの弾とか87発ありますからね、1周目ですよね。貧乏症すぎて、なんか大事な何かを失ってる気がするけど、それは大丈夫なのだろうか。であとこっちか、よいしょ。でここにね日記がございます。飼育記録、6ヶ月、歯が生えた、何でも手づかみで口に入れる、今日は犬を丸飲みした、まだ歩けもしないのに。9ヶ月、食欲な、あなんでじゃい、もう見上げるほど大きい、机や棚に寄りかかって押しつぶしてしまう、集会所では手詰まになってきた。10ヶ月、石切り場に移してからも成長は止まらず、今や生牛1頭を3日で平らげる。1歳2ヶ月、大木のようなツルハシを軽々と振る、今日は村のとこは食われそうになった、餌が足りない。1歳5ヶ月、牛は最後のつがいのみになった、このままでは村の食べ物が枯れる、城から同志様をお呼びして眠りのまじないをかけていただく、このまま眠れ、できるだけ長くね。え、結構迷惑な子だったってことなんですね。というところでですね、とりあえず一段落、しましたかな。となったら教会の方に向かっていきたいと思いますので、さらにそちらの奥側に、あーね、どいてよ、邪魔なのよ、向かっていきましょうと言いたいのですが、ちょっとアイテム欄が邪魔ですね。邪魔ですが、運用の仕方に苦しんじゃうな、困っちゃうな、ね、ワンワンって声聞こえてね、俺これロケハンね15分ぐらい探し回ったんですけど会えなかったですね。ワンちゃんありがとうね、お礼は空に伝えておきましょうね。さあというわけで、ここからは戻っていくんですが、ちらほらですね、あの復活してるんですよ在庫が。なので、あの貧乏症な方はあのしっかりチェックしながら進行されることをお勧めしますね。まあ言うてここ戻るだけなので、きっとカットになるんでしょうけども。さあというわけで教会に戻ってまいりましたね。こちらの教会の、円盤鍵がねはめられますので、こちらをはめてあげましょう。すげえなんか巧妙な作り。さあというわけで、ようやく教会の中に入ることができるようになりました。長かった。さあというわけでございましてですね、助けに来たねえ、助けに来たって言うんですけど、特に声は聞こえず、んでよいしょ、こちらの棚も開けさせていただいて、サブマシンガンの弾があり、んでよいしょ、ここら辺も壊していって、よいしょ、この中に青いダイヤルってアイテムが入ってます。この青いダイヤルが欲しかったんですね。でこちらの青いダイヤルをゲットしましたら、ここですね、よいしょ、あ反対か、ちげえわここにあるレバーだわ、よいしょ、こちらをガチャリコで、そうするとですね、こんな感じでドーンと開いてダイヤルがはめられそうなのと、緑と青のっていうのがあるんですね。でこれで、まず3種類をはめた状態にして、このそれぞれをうまいこと回転させていかなきゃいけないと。でね、どこだったっけな、なんかね目安みたいなところが1個見つかるとあとは楽なんすよ。なんだけどね、1個目の目安が見つかるまではね、どこだっけどこだっけってのをねすごい探す感じになるんですよね。あーこれ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 ね、ここあれでしょ、上のとんがりのところに入ったでしょ。でこうしていけばあとはある程度合わせていくだけというか、ここにしか入んなくねっていうところに適切にはめてってあげるとね、青がここの右下のとんがりのところがちょうどいいよねみたいな感じになってって、でこれらを全部うまいことやっていくと、こんな感じではまって左側の扉が開くようになっておりますね。ロケハンの時ここね7分ぐらいねずっとぐるぐるしましたね。でボルトがまさかの落ちてると、ボルトだけだったよね。おや、あ上の階ですよねそれね、だから大丈夫大丈夫。さあというわけで左側のところから上の階に登ってあげましょう。よいしょ、どっこいしょと。アシュリーいないのか、
ね、というわけでアシュリーを探すわけでございますが、アシュリーがいそうなところを後回しにしましょうね。こっちは後でいっかな。よいしょ。というわけでございまして、こちらの部屋の中に入っていきましょう。アシュリー、相変わらず怖いとこはないよ。アシュリー・グラハムいるのか。来ないで。落ち着け。俺はレオン。大統領の命で君を泣けるぜ。まあ話もろくに聞いていただけないからね、そりゃ泣けるぜともなってきますわな。一人じゃ危険だ。俺の言うことを聞いてくれ。何なのあれは。あそこ、彼らを追え。哀れな子らに救いよ。さあ、というわけでね、教会に改めてアイザラが迫ってきたところまででチャプターが終わりと、続いてのチャプターにもそのままね進んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。どうしよう。会話はしてくれるようになったね。お父さんに頼まれた。だから俺を信じてくれ。言うことを聞いてくれないか。必ず君を無事に返す。分かった、分かったわレオン。さあね、追いかけてきちゃいましたよ。よし、まずはここを出るぞというシーンなんでございますが、とってもね大事なシーンなんですが、帰ってきました。なぜかというとですね、ここにトレジャーあるんですよね。逃げなきゃいけないというね雰囲気ぶち壊しで申し訳ないんですけどね、イエローダイヤモンドが落ちておりましたので、さすがにこれをねそのままにするわけにもいかず。さあ、というわけでちょっとね時代が見えるかもしれませんがね、携帯電話ですね。で、こちらね、シグマガンマ P みたいなねやつとか、なんかここにねなんかシールみたいなのが貼ってありますけどもっていう携帯電話が落ちておりますと。でここ、あの橋を、分かった。ようやく協力アクションができるようになりましたので、これによってね、届かなかった高いところというのもですね、どん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 進軍していくことができるようになりました。ありがとう。でここね、他に出口はないって言ってるんですけど、一回とりあえずですね、出口があろうがなかろうがね、ボルト用マインが落ちてますね。これでね攻撃力でまあこれ撃っちゃうと代わりにボルトなくなっちゃうんですが、攻撃力で撃てることができるようになりましたので、これはゲットしておきたい。さらに金のトークン、さあこれらゲットしてね、マップのところに何もないことを確認したらでございますけども、こちらの窓を調べてあげましょう。よいしょ。大丈夫だ、受け止める。そりゃこの高さ怖いわな。信じろ、さ。ね、ありがとう。ちょっと一瞬塩らしい顔しましたけどね。よいしょ。お、通信。よう、ハニガン。ターゲットを保護した。本当に彼女は無事なの？ああ。さすがね、コンドルは。すぐにヘリを向かわせる。そちらに回収地点の座標を送るから、彼女を連れて今すぐそこへ向かってくれる？了解。
急いで、天気も崩れてきてるから。それじゃ。さあ、というわけでね、結構距離あるんですよね。ここに今いるのに行けっていうのはここね。だったら最初からこっち側来てくれたらよかったんじゃないかと。この先は危険だ、離れるなよ。さあ、というわけでですね、まあオリジナル版にも近しい仕様はありましたが、ここから先に関してはですね、そろそろ行ってくれるかな。アシュリーをどうするかっていうのをですね、命令できるようになります。その命令できる説明のウィンドウが出てきていないのですが、右下にねアイコンがあって、ここにいろっていうのと離れろっていうのが選べるようになります。なのでね、これをちょっとうまいこと使っていきながらね、適宜対応していくっていうのが必要かなっていう。もうごめんとりあえず黙って、ボルト外しすぎちゃったね。やめて、静かにね。さーて、そうですよね、とりあえずあなた方皆さんをうまいこと処理してあげないといけないですよね。おっとっとっと、さすあ、待って ロケハンでもない。あ、やばい、ちょっと待って、通してください。待って、想定してない、こんな展開は。やっべえぜ。とりあえずついてこい。もうしょうがねえな。はい、あ、咲いちゃったぜ。いて、邪魔だな、進路方向に。クリティカルずっと外してる。はい、で一回一応こうして、待って、なんでアスリーそこでしゃがんでんの。はい、あなたも今ショットガンのなんか猛威から逃げられましたよね。ちょっとやめてくださいよ。なんだかんだ言いながら、はい、今アシュリーごと絶対行ったけどな。あ、やべ、ショットガンの弾がね、この後ショットガンの弾すごい使うんだけどな。とりあえず、はい、通りで、はい、あのババア、足早い。ちょっと待って、おいおい、ちきしょう、取れ高じゃねえか。ありがとうな、お前ら。こんな想定外に取れ高はいらないんだけど。やべ。で、こうやってアシュリーが食らった場合、行動不能っていう状態になって、なおかつもう一発食らっちゃうと死んじゃうらしいんですね。やべ、ロケハンでまだ一回もやったことないので、ちょっと見たことはないんですけど。なので今まではアシュリーにも HP があって管理が必要だったけど、今後に関しては HP 管理というか、そのダメージを複数回受けさせないっていう管理になってるらしいです。あー、長い戦いだった。いや、面倒な戦いだったぜ。ちょっと待てよ。はい、おい、やっと落ち着いた。いやー、いい取れ高でしたね。ねえ、なんか急にねパーティー始まっちゃったからね、なんかバタバタはしましたけど、結論的にはドッタンバッタン大騒ぎできたんで良かったんじゃないかと個人的には思っているところです。さてさて、でここまでを回収して、ちょっと教会のところにもね、多分開けてね宝箱が1個あって、なおかつ小さい鍵を1個持ってる気がするので、ちょっとこれ段取り悪くて申し訳ないんですけど、これね、何、水の中2階、いや、ここだな、小さな鍵が落ちてんのか。わあ、これは忘れちゃあかんぜね。こんな感じでね、水の中に入った時とか全部アクション違うのはね、ほんと細かくていいなと思いますね。なんかちゃんとねレオンたちがこの環境に応じたリアクションをしてくれるので、なんかそれを見てるだけでもね結構楽しめるんじゃないかななんていう風に思ったりします。いやー、にしても大変だった、疲れた。こっちは、あ、ここはもうすでに更新済みですかね。よいしょ。さあ、そちら側の奥にもいらっしゃいましたよね。そうそう、どうも、よいしょ。
一発お外れになってる。あギリセーフということで。待って、あいつどこにいる？全然。よいしょ。まだ落ちてないの？はい。そう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 。おあ咲いちゃったぜ。えい。まあ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 。はい。ねえ、L さんと R さんの押し込みをよく間違えてしまってね、あの一回突き放してしまうはね、あるあるだと思いますね。さーて、ようやくショップまで戻ってこれたかな。よし、んでアイテムも取ってと。よしよし、お金になるものももらってと。どうもウェルカム。さあこうなってくるとね、ちょっとここの2個は取った方がいい疑惑ですよね。で売却はベルベットブルー、陽光町のランプ、まあイエローダイヤモンドは売っていいかな。残りに関しては可もなく不可もねえものばっかだから、1回キープですかね、キープですかね。よいしょ。というわけで、まあ、今回はね大した金額ではなかったですが、でくぼみのある仮面もらって、イエローダイヤモンドもらって、そうっすね、購買率まだなくてもなんとかなっちゃうんすよね。まあとりあえずここにそれぞれはめ立って、でこれで 24,700 で売れますと。こいつがなずっとずっと違うカラーが出てこねえな。よいしょ、こんな感じで7万ぐらいになりましたね。さてボルトスロワーなー、悩ましいっすよね。これは俺ロケハンでも含めて悩んでます、どう運用していくかは。ずっと結局ね、ショットガンもやりたいけど、ショットガンの弾もずっとあるわけじゃないし、まあ大体金は返ってくるっていうことだからね、やってもいいんでしょうけどみたいなねところをね、ずーっと頭を抱えておりますが、まあまあまあ、どうしようかな。スナイパーライフルの威力アップで、一度に2発ずつ装填で、一度に3発ずつ装填で、装填数さえ上げてあげれば、とりあえずある程度の帳尻は合うので、でハンドガンの威力上げて、いや金ほぼほぼ使い切ったな。本当は救急スプレー買いたかったんだけどな、それはさすがにどうにもならんな、どうにもならんな。 OK です。というわけでこんな感じでカスタマイズして、なおかつですね、特殊な変異を起こした狂犬を始末してくれと。村長の家でこいつは他の家でも比べてもいいような姿をしている、一目見合わせると分かるだろうというところで、スピネル8個ね、欲しいクエストがまた出てますね。というところで一回ね、お時間としてはちょうどいいところかなというふうに思いますので、ここまでとさせていただきたいと思います。次回はさらにですね、ヘリコプターのポイントに向かってですね進んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけでここまでのお相手は私、ヤガミンことヤガミンヘデがご案内しました。ではまた次回の動画で、 See you next time. Stay tuned. Bye bye.